5月25日土曜日だ。気分崩壊。ベジータサイヤの今日も、ポッ。間違えた。今日も、PON。笑うな。俺だって間違えることはある。今回は SH フギアーツスーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人ベジータスーパーの動画を作ってやった。何しろこのモデルが俺様だからな。俺はあんな制作者と違う。この王子と一緒にするな。制作者の野郎は再生回数が少なく動画は作らないと言っていたが、俺様は再生回数にこだわらん。見たい人だけ見ればいい。ただ許せないのは俺様を不快にさせるコメントの投稿だ。どうなるか分かってるだろうな。さあ、このパッケージの全体の様子だ。よく見るがよい。いつもだいたい変わらない大きさのパッケージだ。幅15、高さ18、奥4センチの基本的な内容物だ。よく見ておけ。この手首関連付属パーツはスーパーサイヤ人ベジータと数も形も全く同じだ。色が異なるだけだ。内容物を一通り見てみるぞ。フギアの高さは約150ミリだ。A の顔が標準取り付け。手首パーツはいつもながら拳だ。右 A、左 F が標準取り付け。食いしばりが B だ。そして口を開けているのが C だ。そして最も目立つスーパーサイヤ人ゴッドの頭部だ。カカロットに負けず俺も慣れたぜ。あとは手首パーツと腕組みパーツ。手首パーツは真っ白ではなく灰色成分が若干入っているのだ。今回のアンダーシャツは青色ではなく群青色でいつもより色が濃いぞ。首ジョイント径は約 4.0 ミリだ。手首ジョイント径は約 3.0 ミリだ。次の製品に互換性があるぞ。可動範囲を簡単に見てみるぞ。まずは腹部だ。戦闘服の色がグレーで違和感がある。あんまり上に上げすぎると隙間が見えるので注意だ。頭部は360度回転。あられちゃんじゃあるまいが動くことにはよかろう。腕も360度回転する。次は足だ。90度ぐらいまで上げれる。これ以上上げると外れるのにほどほどに。足で後ろに曲げれるのも90度。足を広げられるのは約135度。腕を垂直に上げるのは不可みたいだ。俺は可動範囲は得意ではない。ジャムジャム、スーパーレジェンド、ユートイズなど他の動画を当たってくれ。それにしてもこの俺様のモデルは素晴らしい出来だ。今まで一番いいと思う。今度は腕組みパーツの交換だ。撮影にものすごく時間がかかったので4倍速だ。腕組みパーツの交換は俺がやるとしっかりはまらないので頭にくるぜ。パッケージ裏の写真を参考に俺様の構えを再現した。そういえばキャベも真似していたな。あいつもサイヤ人だったか。今度は頭部をスーパーサイヤ人ゴッドに交換した。ゴッドは1種類しかないが、顔パーツと分けることができる。単品で製品化を希望する。こんなシーンはなかったと思うが、適当に組み合わせてみた。映画は一回しか見ていないから覚えていない。アニメよりジャンプコミックの方が先に俺様のゴッドが登場したスーパー放送時に出してもらいたかったぜ。
このベジータブルーは交換用頭部もスーパーサイヤ人だ。つまり SH フィアーツとしては初のダブルスーパーサイヤ人頭部となる。いつもカカロットに先を越されるが、今回は俺様が先を取ったぞ。ざまあ見やがれカカロット。おい、外の気温37度だぞ。暑いと感じるわ。次のアイテム、人造人間21号は動画を作るか検討中だ。もう一度言っておくが、俺は制作者と別人だ。あんな自販機の下に小銭があるか探すやつとは違う。